シェラン島北部のパルフォルス式狩猟の景観は、デンマークの首都コペンハーゲン北部に位置する狩猟地、森林がまとめられたユネスコの世界遺産リスト登録物件であり、2015年7月4日に登録された。登録された景観はストアディアヘーベ、グリーブスコー、イエーヤスボージュリン、イエーヤスボーディアヘーベの3つの主要地域に分かれる。パルフォルス式狩猟は、起乗して、 両権を伴う狩猟のことで17世紀から18世紀に設計されたシェラン島北部の狩猟場はバロック期の文化的交流と時代の思想を反映した狩猟場の重要な発展段階を伝えている。三つの森林はいずれも首都コペンハーゲンの北シェラン島北部の半島に位置している。家康坊アヘ平べと壁で囲まれた家康坊樹林は 半島東岸の首都に最も近い。方形のストアディアヘーベはそれよりも北の半島中央部に位置する一方、グリブス港はエスルム湖に接する。ストアディアヘーベやグリブス港はフレデリクス某城やヒレレズ市街からも遠くない。古地図に描かれたグリブス港の幾何学的道路もパルフォルス式狩猟を描いた水彩画と解明した。 パルフォルス式狩猟で最も重要な観点の一つは、景観を横切る道路群を発展させることによって、それが君主の絶対的な権力を示すための基盤を提供することにあった。シェラン島北部の半島全体は、デカルト主義的な道路システム、すなわち個々の広場に囲まれた正常の道路群に基づいて形成されている。石の標柱が、どの道が、 どの星の中心に向かっているのか、あるいはどの星の中心から伸びているのかを示している。その数学的アプローチは、バロック期の理想に連なる理性の典型としての王のイメージを強化した。興味深いことに、デンマークの直行する幾何学的道路網は、森のどの部分にも等しくアクセスできるようにと、フランスやドイツで用いられていた星型道路網を改良したものであった。 家康棒の狩り場は星型道路網を含まないが、その代わりに王家の狩猟小屋の存在に基盤を置いていた。1736年にその狩猟小屋はバロック様式で再建され、アーミテイジスロトットと呼ばれるようになった。この小屋は丘の上にあるという立地から周囲の景観を一望できる。この物件が世界遺産の暫定リストに加えられたのは2010年1月8日の ことであった。世界遺産に推薦するための準備の多くは、ヘルスホルムの狩猟、林業博物館の館長であり、2010年以降の推薦に関する作業の中心的グループの座長を務めたジェットバーゴーが引き受けた。狩猟、林業博物館は、パルフォルス式狩猟の文化財保護地に関する管理者であること、また保護地に関する情報の中心的な統括役である。 ことが期待された正式な推薦は2014年1月23日に行われ、それを踏まえて、世界文化遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議は翌年春に登録を勧告した。その年の第39回世界遺産委員会では、委員国のトルコが世界遺産として初の狩猟景観の登録であることを評価するなど、 登録を支持する意見が多く出され、問題なく登録された。デンマークでは2014年にステウンス・クリントが世界遺産に登録されると、ステウンス博物館の観光客数が増大した。バーゴーはそのことを踏まえ、シェラン島北部の各博物館、とりわけ狩猟林業博物館の観光客数が増大していくと見込んでいる。世界遺産としての登録名は、英語。 ザパールフォースハンティングランドスケープインのスシェーラン、フランス語、ペイスジでシャッセアクアでゼロンド・ジュノールである。その日本語名は、以下のように揺れがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。登録に際して評価されたのは、バロック文化の交流を示していることや、フランスやドイツの狩リの設計の影響を反映していること。 その改良のあり方に当時の思想状況が投影されていることなどである。ありがとうございます。